車間を空けて後ろの様子を見るような感じ、バックストレッチ。3番の岩井が前に上がっていきます。それを見た4番の大木も踏んでいく。さあ4番の大木が3番の岩井を出させず先行していきます。残り600の鐘。3番手には5番の塩浦がいて、3番の岩井は結局後方6番手まで下げてもう一回巻き返します。残りが一周、4番の大木の先行ですが、襲いかかる3番の岩井。さあ、並んできました。4番の大木、3番の岩井。ここは踏み合っていますが、3番の岩井が前に出た。後ろは7番の西本。さらには切り替えていく5番の塩浦、3番手。4番の大木は内側、まだ3番手で頑張っています。3番の岩井が逃げていく。2番手は7番の西本、3番手、映像から5番の塩浦落車。4コーナーから直線。3番の岩井が先頭。追ってくる7番の西本、3番の岩井がゴールイン。2着7番の西本、3着1番の